ユーストリームボート科学賞チャンネルをご覧の皆さん、大変お待たせいたしました。これより第2部数学未来への処方箋トークライブを開始させていただきます。子供から大人まで算数や数学が苦手という方は多いかと思いますが、それはなぜなのでしょうか。どうしたら算数や数学がもっとわかるようになるのでしょうか。そしてお子さんから算数や数学どうして勉強しないといけないのと聞かれて困ったという親御さんもいらっしゃるかもしれません。この後はトークを通じて算数数学をなぜ勉強する必要があるのか、また世の中のどういったことに役立っているのか、算数数学の力をどう伸ばせばよいのかといった疑問にお答えしていきたいと思います。番組中にいただいた質問は番組の中で取り上げて、これからいらっしゃるゲストの方々にその質問をぶつけてみたいと思っておりますので、どしどしお寄せください。今ご覧の画面にありますユーストリームコメント欄か Twitter ハッシュタグネクストライブまでどしどしお寄せください。お待ちしております。それでは早速ゲストの方をお呼びいたしましょう。拍手でお迎えください。どうぞ。今日は5人の先生方にお話を伺ってまいりたいと思います。ではお座りください。お忙しい中今日はありがとうございます。それではゲストのご紹介をさせていただきます。まずお一人目です。第1部でも登場していただきました秋山仁先生です。秋山先生はこれまでテレビやラジオなど様々なメディアを通じて数学の面白さ、素晴らしさを伝えてこられました。今日も数学に関する興味深いお話を引き続き聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみにこのユーストリーム配信がものすごい視聴者数になっているそうで、かなりコメントが寄せられているということですので、第2部どんどん盛り上げてまいりましょう。よろしくお願いいたします。続いて国立情報学研究所社会共有地研究センター長の荒井紀子先生です。荒井先生はハッピーになれる算数、生き抜くための数学入門、数学は言葉などの本を執筆され、その中で小中高校生向けに分かりやすく算数数学の考え方をご説明されています。それでは荒井先生、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私は中学高校と大変数学が苦手で、入学試験、大学の入学試験が終わった後にあんまりにも算数数学が嫌いでですね、教科書全部燃やしてしまったぐらいなんですけれどもでも大学に入ってから数学が好きになって数学者になったという大変変わり種でございます。で今日はですね、算数数学が苦手な皆さんの代弁のために今日伺いました。よろしくお願いします。どうして好きになったのかと、そのあたりのコツも今日はお聞きできるのではないでしょうか。続いてご紹介いたします。東京大学先端科学技術研究センター教授西成勝弘先生です。西成先生は渋滞学の提唱者として渋滞をはじめ世の中の問題を数学を使って解決することに取り組んでいらっしゃいます。今日はどうしたら数学ができるようになるのかということも教えていただければと思います。簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、東京大学の西成です。今日は、数学というテーマでお話しさせていただきますが、実は私28年前に秋山先生の授業を予備校で受けまして、でそれで数学って面白いなっていうことで今日はこういう機会で秋山先生と並んで喋るっていうのは夢にも思っておりませんでした。それ以来の再会なんですか。そうです、それ以来の。で秋山先生覚えていただいてですね、その当時のこと、そういうつながりで今ここに来ています。で私自身は数学と物理学の中間の数理物理学っていう分野をやっておりまして、それを使っていろんな渋滞問題なんかを研究して社会のために、数学が使えないかと、そういう活動をしております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして続きまして、文部科学省科学技術学術審議会数学イノベーション委員会主査の和歌山雅人先生です。和歌山先生が所長されている九州大学マスフォアインダストリ研究所では、
現代社会を支える産業や科学技術と連携した幅広い数学研究を通じて多様で新しい数学の展開を目指した活動を行っています。今日は数学が私たちの周りでどのように役立っているのかを教えていただきましょう。それでは自己紹介をお願いいたします。はじめまして、和歌山です。今日はよろしくお願いします。数学がもっとよくこう社会にですね役立っているとか、それから数学を勉強した人、博士号まで取った人が社会でどんどん活躍する、そんな国になるといいなというふうに思って、活動してきました。で、私自身がやってることはですね、当面役に立たないことをやってます。研究はですね、数学らしからぬ専門なんですけども、群の表現論とかですね、それから整数論というものをやってます。で、表現論っていうのはどんなものかっていうと、図形の対称性とかですね、そういうものを研究して、一見複雑に見えるものも実はこんなにスキルわかるんだというふうなことを考える体系的な学問です。で、整数論っていうのは皆さんよくご存知のように素数とかありますね、そういうものをこう研究する。例えば今日は2012年3月23日ですけど、ずっと並べてみると6桁7桁の数ですけど素数です。今日はだから記念すべき撮影の日かもしれません。他の先生方も驚かれてますね。よろしくお願いいたします。そして最後にご紹介いたします。文部科学省初等中等教育局私学館の長尾敦先生です。新しい学習指導要領など文部科学省の数学教育に関する施策について教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介代わりに学習指導要領の話を少しだけさせてください。新学習指導要領ですけども、小学校はすでにもう全面実施されています。中学校はこの4月から全面実施されます。高等学校は他教科に先駆けてこの4月から年次進行で、実施されます。今回 の学習指導要領はですね、小学校の算数から中学校それから高等学校の数学まで、算数的活動とか数学的活動ということを重視しています。なぜそのような活動を重視するかというと、算数や数学というのは結局内容を自分で学び取っていかないと理解深まらないですし、結局知識や技能というのも使えないんですね。さまざまな場面で活用できないということがあります。ですので重視しているということです。今先生方にも学校の先生方にもぜひ算数的活動とか数学的活動を重視してほしいということをお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。算数的活動、そして数学的活動というこの2つがキーワードとなっているようですね。学習指導要領につきましてはまた後ほど詳しくお聞かせください。さあ、それではトークライブを始めてまいりましょう。まず、なぜ算数数学が苦手なのか、その理由を探っていきたいと思います。文部科学省では事前に、はい、ありがとうございます、 Facebook を通じましてアンケートを行いました。数学が苦手な理由、こちらをご覧いただけますでしょうか。第4位は勉強しても役に立たないと思うから先生方苦笑いですけれども。第3位、面白くないから。第2位、公式が覚えられないから。そして第1位、 52%、 もうダントツで多いですね、授業の内容が難しくてついていけないからとなっております。画面の向こうでも、僕もそうなんだ、私もそうなのとうなずいていらっしゃる方も多いかもしれませんね。それではこの4つの理由による苦手意識をそれぞれどう克服していけばいいのかということについて、皆さん、先生方にお話を伺ってまいりたいと思います。まずは役に立つとは思えないからという理由なんですが、長尾先生、この点についてはいかがでしょうか。ですね、はい、大体テレビとかオーディオ機器なんかもですね、数学の理論を使って、いろいろ考えて、それで作成されています。ですが数学知らなくてもですね、実際には使えるわけですよね。数学って、ね、役に立っていても、いろんなところで役に立っていても、
なかなか役に立ってるっていうことが分からなくって、そういうところがやっぱり役に立たないと思われる大きな原因の一つではないかというふうに考えています。役に立ってるっていうことで言うと、秋山先生かなりいろんなことをご存知ですので、はい、秋山先生に聞いてもらう方がいいかもしれないですね。分かりました。私はあんまり知りませんけども確かにね、数学の理論っていうのは無色透明で抽象的だから、なかなか人の目に入らない、目に入らないから役に立たないかというと、例えば空気は無色透明で、見えないけれどもなければ死んでしまうわけですから、そのぐらい数学は役に立つわけで、まあ我々の努力もある意味で足りなかったのかもしれない。もっと、この数学がこんなに役に立っていることが、目に入らぬかって水戸黄門みたいなことを、言って、今まではみんな入らぬと言われてたわけですけども入るように努力しなきゃいけないなと、はい、思います。それでね、一つだけ実験をやらせてもらいたいんだけども、はい、ここに、楕円の応用っていうのを持ってきて、はい、楕円っていうのは皆さんご存知のようにこういう細長い円、この楕円で、楕円っていうのは2つ焦点がある、焦点 A と B っていうのがあって、それで楕円の性質っていうのは、その焦点こっちが A だとしてこっち B だとすると、 A から出た光はここで、まあこれか鏡張りになっているとすると A から出たのは B に反射して入っていく、完全反射でね。で、まあ、どこ、光でも何でもいいんだけども、四方八方に出ていくでしょ、すると必ずここに入っていく。この性質を利用して、人結石破砕装置って名前がついてるんですけども、結石っていうのは石がどっかお腹にできる、胆のうにできたりね、尿道にできたり、まあできる場所はいろいろあるんだけども、その時に、昔はお腹開けてね、手術して大変な病気だったんです。今はもう、病院行って結石ですよなんて言われてね、その人結石破砕装置の部屋に連れて行かれると、こういう、装置があります。で、今これどうなってるかっていうと、この今の楕円の性質を使って、これは空間でいうとこう何て言うか、楕円球になってラグビーのボールみたいなもんですね。そして、ここの緑の線の下だけ切り取ってみて、そうするとこのお茶碗、ここにあるお茶碗みたいなのが、はい、ガラス張りのお茶碗で、これ穴開きだからね、ここのところ指が入るんだけども、それでちょうど焦点の位置にこのライトをこう置いといて、そしてこれライトつけて、はい、ライトつけてみると、こんな風になるね。面白いですね、かなり。それで結石、今ここがここです。で、結石をこのところに、ちょっと明るすぎて今見えないですかね、画面では。見えない。あ、そう、消そうか、すいません。そうすると、はい、まあここから衝撃波を実は、発生させて、そして、ここに端子が来るように医師は、調整するわけですね、ベッドの位置。そうすると今胆石の代わりに、私はこうしょうがないから風船にしといて、風船でこれで肥大した胆のうだと思ってください。そしてそこで電気つけてもらえる。で、そこに、こいつを持っていくとどうなるか、新井先生は分かったみたいですね、反応からね。このもう一つの焦点にこれ持っていきますよ。それからこの黒いのがね、胆石、いいですか。そうするとちょうどここに持っていくとうまくいかないな。はい、どうでしょうか、胆石。ちょっと焦点の位置がなかなか難しかったんですけども、すごい破裂しました。こういう破裂するということは何かっていうと、みんなここからこう
反射してここに来る、うん、で、まあ、これは、まあ、見ることができるから楕円の性質って勉強しとかなきゃいけないなっていうようなことになるかもしれないけども、まあ西成先生とかね、和歌山先生はもうたくさんの、インダストリー、まあ、実社会への、応用を、普段考えてる先生方ですから、その方々からお話を伺ったらいいと思いますね。はい、ありがとうございました。人欠石破砕装置というのが、その数学の理論がこれ役立っているということですね、世の中で。はい、非常にびっくりしましたけれどもすいません、ちょっとアテンドしてしまいまして。ではその他にも役立っているところ、どんなところがあるのか、いろいろお聞きしたいと思います。まず新井先生、ぜひロリーの話を。ちなみに新井先生、コメントが届いておりまして、新井先生本も好きだから期待していますというコメントが生で届いております。よろしくお願いいたします。もちろんですね、西成先生や和歌山先生がされている最先端の数学の研究がこのように社会に役に立っているっていうのはたくさんあると思うんです。で、なんですけれども、その数学の得られた結果が役に立つ立たないっていうだけではなくてですね、多分皆さんにとってとっても重要なのことはですね、数学、算数や数学を学んでいる過程で身についていることが、どんな分野に進んでも役に立つっていうことこそが大事なのかもしれないなと思うんですね。昔の人でガリレオ・ガリレイという人、多分皆さんご存知だと思いますけど、ガリレオがこの、まあ、世の中というか世界、自然はですね、数学の言葉で書かれているというふうに言いました。で、それはどういう意味かって言ったらですね、そういういろいろなものに規則性がある、ね、皆さんも物がこういうふうに落ちていく様子であるとか、川の上に浮かんだ木の葉がこういうふうに流れている様子には、あ、なんか規則性があるなっていうことは自然に感じるわけですよね。でもその自然にただ感じるということだけじゃなくて、それを数量的に、あるいはそれを式として理解ができた時にとっても爆発的な力を持つ。それは自分一人がああこうだなって思うだけではなくて、ものすごく大きな社会にインパクトがある。で、実は、世界の歴史を紐解いてみると、数学なしに発展した国というか発展した文明っていうのは一つもないんですね。ですから今最先端でやってる数学のこれ何に役に立つんですっていうことではなくて、その大きなその数学のですね、ものの考え方、それが身についていくということが、これから先の社会、あるいは世界、あるいは宇宙がどんなふうに動いていくか、どんなふうにな形になっていくかということを予想していく上でも、とっても大切な論理的に読み解く力になるんだと思うんですよ。今ご説明もいただきましたが、コメントが来ておりまして、新井先生にその重なる部分もあるかと思うんですけど、普段数学を使わない世界にいる人に、いや役に立たないよと言われた場合どんな風に言ったらいいですかというような質問も来ておりますが、よく子どもたちにね、役に立たないから勉強したくないっていう言われる時あるんですよ。で、そうするとね、どうしても大人は真面目だからどう役に立つかっていうことを一生懸命説明しちゃうんですけど、でも役に立たないから勉強したくないっていうふうに子供が言った時には、その本当の心の中にはこれが役に立たない、例えば二次方程式の解が役に立たないとかっていうことではなくて、これが何につながっていくのか、イメージが湧かないっていうことを伝えようとしてるんだと思うんですね。ですから
これがどういう意味があるんだろう、例えば、まあ、あの二次方程式にしてもですね、これはどういう意味があるんだろうっていうことがよくわかるような、あの教え方、あるいは授業一緒にわかる、あの、ま、学び方っていうことをすればですね、きっとそういうあの質問っていうのはもともと出てこないもんなんじゃないかなと思ってますけどね。ありがとうございます。長尾先生いかがでしょうか。ですね、私はあの算数数学を学んで、結局ですね、あの数学的な見方や考え方っていうか、ものの見方や考え方を学んでいくっていうことはすごく大切じゃないかなと思ってるんですね。でさっきの質問の方に答えることになるかもしれませんけど、今の文科省でも社会の中で役に立つっていうようなこともいろいろやっています。で、和歌山先生それを説明していただいたらどうかなと思うんですけど。ですね、あのさっき言いましたけど、私がやってる数学っていうのが今役に立ってるわけではないです。でもですね、数学はあの新井先生がおっしゃったように、あのいつか役に立つんだってみんな思ってるわけです。ただいつかっていうのがあんまりよくわからないんですね。で、昔と今とその数学の役に立ち方が、少し変わってきたのはですね、昔はほとんどの数学がこう物理とかですね、そういうものを介して役に立てたわけです。ところが今は皆さんの携帯電話だとか、なんですかね、ネットショッピングとかですね、安全に行っている、それから、まあ、銀行ですね、保険ですね、それからコンピュータグラフィックスもそうかもしれません。そういうものっていうのはこう物理とはちょっと、まあ、関係なくっていうか、直接数学が役に立っている、そういう世界がどん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 広がっているわけです。で、例えばですね、今あの携帯電話でこんなにいろんな人がたくさん携帯電話を使っているのに、雑音があまり入らないで、あの友達と話したり恋人と話したりすることができるっていうのは、そこに信号処理っていうのをされてるんですね。で、そういうところは、例えば代数幾何という、あの代数点幾何じゃなくて代数幾何という数学の学問があるんですけど、そういうものの考え方が非常に大事になっているわけです。それとかですね、例えば、お買い物した時にその、暗号を入れて、暗証番号を入れて安全に、物が手に入って誰にも知られないというのは、暗号というかですね、そういうものが役立ってるんですね。で、暗号っていうのは別にその戦争時代の暗いことを思い浮かべなくてもですね、今だと情報セキュリティとか言われてますけど、この原理はとっても簡単なんです。それはですね、どんなことかっていうと、掛け算はやればできる、でも因数分解はとっても難しいということが一つなんですね。例えばですね、素数っていうのは2とか3とか5とか7とか、自分と、1以外に約数を持たない数ですけども、そうだな、例えば、1000に近い素数として、991997、この辺りが1000に近い2つの素数です。で、これ掛け算するのはそんな難しくないですよね。やってみると分かります。ところがこれをかけた数、ちょっと書いてみますね。ですね、 991×997、こういうものを掛け算する、暗算なんかではできません。でもまあこれ 1000×1000-1かける、9×1000-3、こう考えると、まあ、そんな難しくないですよね。10万、引く、3と9だから、12000足す、27かな。で、この数はですね、9880 27ですか。
正しいようです。この数見せられた時にですね、因数分解するって大変です。ですね。で、もっともっと大きな数が、素数が掛け合わさっていると、それをこう計算機でやりますね。で、計算機でやったらいつか因数分解できるかもしれない。でも100年間かかるとしたら、まあ私たちが銀行に預けてるお金とかきっと安全ですよね。で、そんなところにも使われています。それから今日ちょっと用意してくださったフリップを参考にしますけれども、これ製鉄鉱炉におけるこう最適化ということですけど、うまくこういう鉄を作るんですね、制御できるととってもいいわけです。しょっちゅうこれを止めてると二酸化炭素が出てくるし、お金はかかるし大変なんですね。で、ここの中の温度状態を止めないで理解する、そういうの数学で逆問題っていうふうに定式化されてるんですけども、それが今や、かなり精密な、ここの温度変化、特に下の方できるようになってるんです。で、それは数学の力です。それと先ほどの胆石を見つけるのにこの MRI は使わないと思うんですけども、この MRI なんかを使うと、中を体を切らないで、例えば変なものがあるとこう X 線を当てるとですね、密度が違いますね。そうすると出てくる測定結果がで何かが分かるわけです。それを総合判断して逆に解いていくと、ここの映像が分かる、それによって診断する、こんなこともできます。それから例えば、こんなコンピューターグラフィックス、水の流れとか雲の動きっていうのはこう流体の方程式といって、物理の方程式を数値的に解くことで綺麗なものができますけど、こう表情、笑ってるとかですね、元気があるとか今日悲しいぞと、そういうことっていうのは確率とかですね、幾何学とかそういうものを使って表現していく。そんなことで、皆さんご覧になってる例えばアバターっていう映画ができたり、そんなところにでも数学は使われてる、そんないくらでもあるわけです。私たちの周り、世の中に数学の量が溢れているということが分かったのではないでしょうか。続いて長先生お願いいたします。ですね、はい、西成先生、はい、では何か西成先生から、じゃあ役に立たないからと言われた時はどうしたらいいのかというところをお答えいただきましょうか。私もそう15年ぐらい前に、うちの例えば親とか親戚が何研究してるのって言った時に、自分が答えたのは、ある非線形方程式の解の性質とかね、なんか言ったわけですよ。何に役に立つのって言われて、はい、絶句したんですね自分もね。でその時が悔しくてですね、これは数学で何か得た結論をすぐに役に立ててやろうと。で当時そんなことを思ってる人は誰もいなかったので、じゃあこういう分野をやってやろうということで、数学を考えて、それを次の日に応用も考えるっていう研究スタイルで15年ぐらいやってきました。で、まあ、自分がやってきたのが交通渋滞っていうのがメインなんですけど、そういったものに対してどうやって数学とかそういう力、理学の力でですね、問題解決できるかっていうのを本当に現場でもって取り組んできまして、で例えば去年羽田が国際空港になりましたよね。であそこで国際空港になったってことは物流がたくさん増えるわけですね。でそこの物流をさばくために、じゃあトラックがいっぱい入ってくるとか、あれって誰か解かなきゃいけない問題なんですね。で私あれ実はやったんです、うん、で現在、まあ、渋滞ないですが、あれは数学をちゃんと使って計算してですね、オペレーションを計算したって。で他にも去年発売した、カーナビがあるんですけど、多分皆さんのお父さんも持ってらっしゃるカーナビで有名なのがあるんですが、はい、そこにある車間距離を取ると渋滞が起きにくいっていうのが数学で導いたんですが、その車間距離以下になったら警告が出るようなシステムも実は搭載されて私が監修したんですが、そういったことも直接役に立ってます。あとは皆さんの家にある例えばプリンターありますよね、はい、インクジェットの年賀状とか印刷するやつですね。あの中にある機械の動きがあるんですけど、それも今まであるメーカーは解けなかったんですが、それは数学、非線形方程式、さっき言いました数学を使って解いて
で商品化が成功したんですね。だから本当にそういうことで直接役に立って今まで、まあ、それで仕事をしてきたっていう経緯がありますので、アイデアは一つだと思うんですね。役に立つ立たないじゃなくて、自分がそれを見た時にどう生かすかっていうアイデアだけだと思います。実際に私たちの生活にも役立っていますし、役に立たないではなく、そこがイメージできていないとか見えていないだけなのかもしれないですね。ありがとうございました。とても分かりやすい説明でした。では続いて、2つ目の理由、数学が嫌いな理由、面白くないからについてお聞きしたいと思います。子供にこう言ってしまったら、本当に言われてしまったら身も蓋もないと言いますか、どうしたらいいのか困ってしまいますが、まずは秋山先生からお願いいたします。まあ、確かに身も蓋もないと思うんですけど、面白くないからというのに対して、面白く、なればいいと思うんですね。そのためにはですね、一つは分かると面白くなるっていう現象はあると思うんですね。分かんないと、いつまでも分かんないことをやってるのはなんとなく面白くなくなっていくのも当たり前だと。だから、分かるようにすることを何らかの方法で、促すこと、からもう一つは、やっぱしその面白い例をね、いくつか体験してみること、すなわち数学とか算数の問題に限定しないでね、狭く限定しないで、もうちょっと何かある問題を、まあ、日常にある問題を、その努力の果てに解けたというような体験、成功体験っていうのを何度かやってるうちに、だんだん自信がついてくると思う。だから要するに、まあ最初は何らかのエネルギーが必要だと思いますね、はい、勉強を好きになることが大切だと思います。なんかちゃんとした答えにならないで申し訳ないんですけど、他の先生に答えてほしいでは続いては長尾先生にお聞きしましょうか。お願いいたします。私もそんなにうまい方法があるとは思わないんですけど、学び方が一つ問題だなと思っています。教えられたことをそのまま適用するだけだったら、やっぱり面白くないんだろうなと思うんですね。だから大切なのは、なぜだろう、どうしてだろうって考えながら、じっくり考えていくことだと思います。考えるっていうのはすごく楽しいことだと思うんですね。碁とか将棋も楽しいように、まあ、考えるっていうのはすごく楽しいことだと思います。私例えば中学生ぐらいまでの、お子さんをお持ちだったら、保護者の方も小学校の算数とか中学の数学とか教科書を見ながらじっくり考えてみていただけると、保護者の方も面白いと思われるんじゃないかと実は思っていて、最近教科書かなり工夫されているので、いろんなところでこう考えられるような仕掛けがされていると思います。それぜひやってほしいと思うのと、もう一つはですね、直接は算数は関係ないんですけど、パズルってありますよね。パズルを例えば一緒に解いてみるとか、そういうことも面白いなと思っています。で、数学と結構関連のあるようなパズルの問題もあって、発展させたら数学とつながるということもあったりするので、そういうこともやってみたらどうだろうかなというふうに思っています。なるほど。今の長尾先生のお話にもつながるかもしれないんですが、コメントが届いておりまして、数学だって下手の横好きがいていいと思うと、答え間違うけどまたチャレンジしてしまうというコメントもいただいたんですが、これはまさにその結果、答えではなくて、そのまあ過程といいますか、面白いと感じられるかどうかというところも重要なのかなと思いました。いいコメントありがとうございます。では続いて西成先生は、この面白くないからという理由についてはどうお考えでしょうか。はい、私もそのままなんていうんですか、教科書のまま淡々と教えられると確かに面白くない部分もあるかもしれませんが、実際はやった方法があって、私音楽が好きなんですね、実は。あ、そうなんですか。
で音楽好きな方って多分いっぱいいると思うんですよ。だから音楽と数学と例えば理科とか全部くっつけた教科を教えちゃえばいいと思うんですね。例えばじゃあギターでバーンと弾いて誰か上手い歌を歌うと、そのギターの弦ってどうしてなるのかっていうのが理科ですよね。じゃあ和音ってなんだろうっていうと、例えば、振動数が整数比になってると我々は気持ちよく感じるとか、オクターブっていうのは整数あの振動数が2倍になってるとか、そこで分数の計算とか教えられるんですよ。だからあの音楽とか数学とかって全部本当は融合したものだと私は思うので、そうやって教えるとすごく子どもたちも楽しんでくれるんじゃないかなというふうに思いますね。そんなことを教えてくださる先生がいてくれたらなというふうには聞きながら思ってしまいましたけれども、和歌山先生はいかがでしょうか。あのですね、やっぱりこう数とか図形とか表とか親しむには時間かかるんですよね。なんか仲良くなる前にもうあの考えるのストップとか、見るのやめちゃうとか、ちょっと時間をかけた方がいいんじゃないかなと思って思いますね。それが一番かな。あのこれはあの適切な表現とは思わないですけども、昔だとあの美人は3日間見ると飽きるけれど、そうでなければあのだんだん味が出てきてあの良くなる。それと同じで、あの算数や数学もそんなところがあってですね、あの付き合うと味が出てくると思いますね、うん、なるほど。それではあのご意見が来ているんですけれども、西成先生へ、はい、紙に言葉を書いてそれをつなげてストーリーを作る遊びというものを西成先生がご提唱されているでしょうか。それについてご紹介ください。あ、私あのとんでもなく役に立つ数学っていう実は本を書いていまして、はい、そこにですね、あの、まあ、どうやったら数学が楽しめるかっていう話であの相談を受けた時に、私実は小学校の頃からやってる遊びがあって、あの紙をこうちぎってですね、その紙に、はい、まあ何でもいいんですよ。三角関数って書いたり、あの今日はカレーが美味しかったとかね、あの今日のテレビは楽しかったとか、いっぱい紙に何か書くんですね、短い文章を。でそれを箱の中にいっぱい入れておくんですよ、はい、で暇な時に2枚紙を取り出していただいて、その2枚の紙に書いてある言葉をたまにむちゃくちゃなんですけど無理やりつなげるんですよ、ストーリーで。でそれも1段じゃなくて3段ぐらい、あるいは4段ぐらいのストーリーでつなげていくんですね。このトレーニングってものすごく今考えると数学の役に立ってるかなと。あの論理力とあと発想のジャンプっていうんですかね。だからパッと2枚取り出して全然むちゃくちゃな違うものをこう無理やりくっつけるっていうトレーニングっていうのは研究やってると分かります。これが非常に大事なんですね。ゲームのようですよね、そのやり方は。そうですね、だからこれをお勧めしますので、ぜひあのやってみていただければと思いますが、今日から実践できることになるんでしょうか。そうですね、あのなんか何でもいいんです本当に、はい、コロッケ美味しかったとかね、そういったものをそれとなんか違うものを組あの つなげていくっていう、はい、ありがとうございます。新井先生はいかがでしょうか。この面白くないからという理由について、この点について。あの実は数学に出てくる概念っていうのが難しいってよく言われるんですけれど、あの数学に出てくる、まあ、数にしてもあの図形にしても、あの人間が誰でもほとんど誰でもあの生まれた時から持っている感覚を言葉にしている学問なんですね。あの人間ってもう生まれた時からどっちが多いとかね、2つと3つが違うとか3つのが多いとかっていうのは本当に赤ちゃんぐらいの時から分かるそうなんですね。で、あの形も違いが分かるそうなんです。で、それは多分人間がその数学を神様から与えられて、これで生き抜きなさいっていう風に言われてるんだなと私は思うんですよ。ですからあの中学校で出てくる例えば関数みたいなものっていうのは、何かがあの2つ、うん、まあ、いくつかの変数が、まあ、何かが規則性を持って何か動いていくと、これっていうのを何か説明する手立てはないだろうかとか、あとは確率っていうのは多い少ないっていうのはすぐに割合分かるんですけれども、あのまだ起こってないこととかにあの深い苦実なものに関して、どっちが多いとかどっちが得だって、それは誰でも関心があることで、その関心があることを形にしようってすることが基本的に数学なんですね。だから数学に出てくる概念で
不自然なことってほとんどないんですよ。あの何かに区別をつけるのに名前をつける時もすごく素直に名前がついて、でその素直であることが分かると多分面白くなるんですよね。だからこれ全然違うことじゃなくて、自分が赤ちゃんの時から思ってたことが言葉になってるんだなっていうことを思いながら、あの読むと随分違いますよ。自然な、そして素朴な疑問を大切にしていくということがすごく大切だということでしょうかね。ありがとうございます。それでは続きまして、3つ目の理由、公式が覚えられないからについて、はい、あのいろいろな理由が続いてまいりますが、よろしくお願いいたします。あの確かにこの公式が覚えられないという点で苦しんでいる人もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。秋山先生と西成先生、予備校の講師のご経験もありますがではまずは秋山先生からその点をお願いします。はい、私はあの、なるべくですね、あの、式とか関数とか、をですね、具体的なものに、例えて説明する、そして、それがあの、まあ、頭の中だけで、パッパッパッパ分かる人はね、それはそれで大変結構なんですけども、なかなか分からない人も多くいるわけで、そういう人は、まあ、何らかの方法で、まあ、あの五感を総動員して、理解すればいいと。でここに今ちょっと変なものを持ち出したのは、はい、登場しましたね、これあの九九の塔なんです。九九の塔っていうのは 何かっていうと、あの九九、小学校で習う九九の表がありますよね。それで、例えばあの全部で九九の表っていうのは九九81、でそして、例えば、5×6 のとこ、には5630、30を高さにしてみるわけです。30センチと、これはまあちょっとあの、2倍の大きさになってます。でこれはのスペースの関係で、クク、じゃなくて55かな、55ぐらいなんですけども、55ですね、そして、例えば高校生で習うね、公式、結構あの高校生から質問があるんです。数列の、和の公式でシグマ K3 乗で K が1から N までの合計、すなわち1の3乗プラス2の3乗プラス3の3乗プラス点点点 N の3乗、イコール、高校生は、まあ、覚えているかどうかって聞かれるんだろうけども、2分の 1NN プラス1全体を、その全体を事乗したものだ。2分の 1NN プラス1っていうのは1から N までの、数の合計ですよね。それだからシグマ K、 K が1から N ですよね。それの事乗になる。シグマ K3 乗が、実はシグマ K の全体の事乗だというのを、これあの、今一つの例なんですけども、なるべく、自分が理解しやすい形にしていく、そのためにものを使ったり絵を描いたり、現物で思考したりすることが大切だ。でこれはですね、はい、ちょっとこれ持っててくれますか。はい、これはあの非常に簡単で、ここからこういうふうに外していくんですね。ちょっともう少し見やすい方に、すみません、画面の方に向けさせていただきますね。はい、そうすると今これ分解していくと、これが1なんです。これが、2の事乗、3乗なんですね。これ1の3乗でしょ。それでこの黄色いのは、これはこうやって分解して、みんな立方体になっていくんです。はい、で、1の3乗、2の3乗、3の3乗、そして、ここのところで、
ここを外しますと、これが、4のこういうふうになって、4乗5の5乗でダーッといくわけですよね。でも考えてみればね、だからまあ九の塔、まあこれは五五の塔ですけど、五五の塔は1の3乗から5の3乗までの合計であると。で別の数え方をすると、この全部の高さの合計を別の考え方をすると、1の段と2の段と3の段と4の段と5の段があるわけで、1の段の合計は1たす2たす点点点5までの和だと。2の段はそれの2倍ですよね。2と4と6と8と10だからね、2倍の括弧1プラス2プラス点点点プラス5括弧閉じる。3の段は3倍の括弧1から5までの和だと。5の段は5倍の1から5までの和だと。だから1から5までの和をくくり出して、そうすると1プラス2プラス3プラス4プラス5の2乗になると。すなわち先ほど、まあこれは今5の例でやりましたけども、これはあの一般の N に関しても成り立つことだからと、これはちょっとあの高度な例だとは思うんですけれども、なるべく一つずつを、碁石を使ってみたり、ピタゴラスの碁石並べみたいな、あの時代からねそうやって考えてたっていうんですけれども、自分に一番適した理解の仕方でしっかり自分の頭に刻み込む、そしてそのアイディアを楽しむということが大切だと思います。今出していただいたこの九九の塔もそうですが、教科書だけがまあ全てではないと言いますか、本当に自分に分かりやすいような方法を見つけ出していくということも大切なのかもしれませんね。そうですね、別に教科書の方法に従って定理を証明したり、問題を解いたりする必要は全くないわけで、いろんなアイデアを総動員して、結論に至ればいいわけですからね、正しい結論に至ればいいわけですから。なるほど、ありがとうございます。今説明していただいて西成先生も小さくなるほどとおっしゃっておりましたが、西成先生はこの公式が覚えられないからということについては、暗記しなくてもこう数学の問題が解ける方法なんていうのは実際あるものなんでしょうか、どうでしょうか。いや、あっても知りたいですよね。やっぱり今秋山先生のことに付け加えることはほとんどないですが、自分なりの理解で、私も暗記ってすごく苦手でですね、最小限暗記したらあとは全部導けるって、その最小限だけ覚えるんです私。あとは試験中頑張ってやるんですけど、時間切れでたまに終わったりするんですが、覚えてないんですよ私もね。最小限それは知らないと導けないっていう、そこだけ抑えればいいんじゃないかと思いますね。ありがとうございます。ではここで、本当にたくさんご紹介しきれないほどいただいているコメントをご紹介します。まず延長希望と一言来ております。そして秋山先生にご紹介いただいた九九の塔がすごいよくわかったというコメントもいただいております。そして関心のあることを形にしようとするのが数学というコメントがありましたが、これは今日のテーマの答えの一つだと思いますと、数学嫌いへの処方箋ということについてはこれが一つの答えではないかと視聴者の皆さんもおっしゃっています。そして社会や理科の副教材の資料集めみたいに算数にも、あ、ごめんなさい、資料集みたいにですね、社会や理科の副教材の資料集みたいに算数にも資料集があれば面白いと思いますというコメントもいただきました。この点について秋山先生いかがでしょうか。おそらく算数や数学にもね、資料集っていうのはあると思います、はい。結構いろんなところでそういう研究活発にしている団体がありますから、それを調べれば
入手できると思います。ぜひ参考になさってみてください。それでは、最後に長尾先生、この公式が覚えられないからというこの点についてはどのようにお考えですか？私もね、あんまり公式覚えたことがなくって、はい、さっきおっしゃった通りで最小限のことしか覚えなくって、使ってる間にでも自然に覚えるんじゃないかと思いますけどね、うん、よっぽど複雑な公式があればまた話は別でしょうけど、そこまで難しいのが中学高校ぐらいまでに出てくるとは思えないので、とにかく使ってみることだと思います。何度も、習うより慣れろとよく言いますが、使ってみていくということが重要ですね。そう思います。分かりました、ありがとうございます。それでは最後に、最も多かった理由、数学嫌いになってしまう理由の最も多かったものが、難しくて授業についていけないからでした。これはそうですね、岡山先生からお願いしてもよろしいでしょうか？予定外の、はい、あれですね、やっぱり数学とか算数といっても少し慣れ親しんで、自分のものだっていう気持ちになっていくのが大切かなと思うんですね。だから先生方が授業をやってるのは勝手に先生がやってるものだと思ってるとなかなか難しくて、あるいは先生は考えてるけどこう考えた方がいいんじゃないかという、もしかしたら間違っててもいいので考えてみると、そこがとっても大事 だと思うんですよね。で、数学はとっても自由で、それからちょっとこう今のご質問の答えにはなってないですけども、数学者の中には宇宙が先か素数が先かって悩んでる人もいるわけです。で、今地球上の資源が枯渇してきたと心配してるわけですね、皆さん。でも考えてみると数学のエネルギーというか、それはもう間違いなく無限なので、それだけ自由にこう考えることができる、みんな自由に考えればいいんだと、そういうふうに思います。ありがとうございます。では続いて西成先生、この難しくて授業についていけないという困っている皆さんへアドバイスをお願いします。いやー、頭の中真っ白ですね、今ね、何も思い浮かばないんですけどどうしましょうね。難しくて困ってる、私もわからない、例えば私古文が大嫌いだったんですけど、実は、はい、古文の時間でも何とか分かろうとしてですね、その骨組みっていうか、まあ、ちょっとしたことだけ分かればあと楽しめるっていうような、なんかツボみたいなのがあるんですね、多分ね。だから教科書を見た時に何でもそうですけど、大事なものとそうじゃないものがこうバーッと浮き上がって、大事なものだけ浮き上がって見える人っていうのは多分掴んでる人だと思うんで、ダーッと全部見ちゃうとつまらないんでしょうけど、ポイントですよね。ポイントだけパッパッパッとまず教えてくれるような先生がいれば、要するにこれはこうこうこうなんだと、でまず全体像を掴んだ後に細かいディテールに入っていけば、だんだん興味を持っていけるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。細かいところから出発するとダメだ、大まかなコツを先に掴んでしまうという、そうですね、大体こうだっていうのがね、はい、なるほど。新井先生いかがでしょうか？日本数学会ではこの間ですね、大学生1年生を主体に中心として大学生6000人に数学の調査をしました。で、そのことからかなり多くの大学生がですね、平均って皆さん分かります？平均はね、計算をしなさいって言われると計算ができるんですよ。でも平均って何を意味するのかっていうことを尋ねると間違えてしまうということが分かりました。他にもですね、偶数とか奇数とか皆さん必ず知ってるはずの概念ですね、が実はよく分からない、性質を論理的に説明することができないということが分かりました。多分ですね、算数や数学で難しすぎるっていうのはどういうことかっていうと、もうそういう計算をしなさいって言われて計算をするみたいなのはそれほどできないわけじゃないんだけれども、これって何を意味するんだろうっていうところまで考える、そのことが難しいんだろうなというふうに思うんですね。
で、そういう状態になって授業の中で座って公式はたくさん暗記しなきゃいけないと思い込んで、修行のようにやったらきっと数学はつまらないし難しいし悲しいしってきっと昔の私みたいな気持ちになっているに違いないと思います。今からでも遅くないんで、本当に分からなかったところ、小学校のところまで戻っても恥ずかしいことは何にもないので、あそこは一体どういう意味だったんだろうってもう一回帰ってみてほしいんですね。そしたらきっと分かります。なんでかというと、5年生の時には書かれてる日本語が難しくっても、中学校3年生になったらそこに書かれてる日本語はそれほど難しくなくって分かることっていうのはたくさんあるんです。ですからできなかったらその場で暗記しなきゃとか何とかしなきゃとか思うより、少し前に恥ずかしくないですから戻ってみるっていうことはとっても大切だと思うんですよ。恥ずかしがらずに自分が以前学んだことをもう一度思い返してみる。そう、そこで分かったら、あ、なんだ分かるじゃんっていうふうに思って、逆に、あ、なんだ実は自分そんなに分からなくなかったじゃないっていうふうに思えたら前へ進むことができるんじゃないかなと思います。一つずつ自信を持って勉強していけそうですね。ではこの難しくて、授業についていけないという点について秋山先生いかがでしょうか。先生方のおっしゃることは、みんなその通りで、その他にあえて付け加えるほどのこともないんですけども、あえて、申し上げれば、やっぱし好きになることが、そういういろんな努力が継続可能になる、大きな動員かなと。で、先ほどの西成先生で古文の話が出ましたけれども、ドナルド・キーンさんが最近日本の、古文っていうか古典の、勉強のさせ方は間違っていると、つれづれ草とか、枕の草子をその昔の言葉で呼ばせて、だからわからないからつまらない。なぜ先に現代語訳の、面白いところを読ませないのか。そして、面白ければ、もともとはどういうふうなことが書いてあるかもっと知りたいとか、こういうふうになっていくはずだと。やっぱし何らかの方法で好きになってくれれば、もういろんな努力が、継続される。そうすればいつか必ずできるようになると、私は思ってます。はい、ありがとうございます。では最後に長尾先生はいかがですか。特に何かがあるというわけではないんですけど、例えば数学って積み重ねの教科っていうふうに言われますから、どこかでつまずくとどうしてもあと苦手意識持ちやすいですよね。だけど例えば中学の内容でいうと数と式とか図形とか関数とかがあって、関数がよくわからなくっても図形のところになると面白いとか、そんなこと結構あると思うんですよね。得意分野とかって分かりますよね。だから一つの数学と言ってもやっぱりこういくつか特徴的なところはあるので、自分ができるところがあるはずで、そこのところで、まあ、諦めずやっていくと面白さが分かってくる。でまた今まで分からなかったことがなんか逆に他の分野やってる時ふっと思いついて、あ、こうじゃないかっていうこと結構数学ってあるんですよね。だから秋山先生おっしゃるように、まあとにかく面白いかもしれないからやってみるって、続けてみるっていうことだと私は思っています。継続すること、諦めないこと、好きになっていくこと、いろいろ自分なりの方法を探し出してもらいたいですね。さあそれではですね、今日実は、子どもたちに算数や数学を好きになってもらうために家庭の中ではどのような工夫をすればいいのか、先ほど第1部にも登場していただきました算数数学オリンピック受賞者の親御さんにお答えいただいたアンケートがございますので、そちらをご紹介したいと思います。
ちなみに先ほどリクエストもございましたので、現在放送時間を延長してお送りしております。最後までお付き合いください。まずアンケートの一つ目、小さい頃はどんな遊びが好きでしたかという質問については、外で遊ぶのが大好きでした。ブロックばかりやっていました。パズルが大好きでした。上手にできたことを褒めるとどんどん難しいパズルを欲しがっていました、という親御さんからのお答えです。続いて、算数や数学に興味を持たせるために工夫したことは何ですかという質問については、お風呂で算数クイズをするなど楽しみながら一緒に勉強しました、というお答えも返ってきています。算数や数学への興味を持続させるために気をつけたことはありますかという質問については、公式を覚えさせるなど暗記主体の勉強はしませんでした。それから、集中しているときは邪魔をしないように気をつけました、というお答えもありました。大事なことですね。そして、算数や数学の力を伸ばすために役立ったと思うことは何ですかという質問について、親御さんからはブロックでいろいろな形を作ったこと、というお答えもいただいております。ブロックが多いですね。これらの親御さんへのアンケートをお聞きになって、お一人ずつ簡単に一言いただいてもよろしいですか。秋山先生お願いします。はい、ブロックが多いというか、ブロックやってた人多いんだなと思いましたけど、それはどうでもいいことでございまして、子どもの考えにあまり親がいろいろこうならなければいけないとか、言わない方がいいんじゃないかと、まあよほど危険なこととか、そういうことは話は別ですけれども、自由にいろんなことを考えさせて、自由な発想を促すことが大切じゃないかなと思いますね。なるほど。新井先生いかがでしょうか、今のアンケートをお聞きになって。ゲームが好きだったっていうお答えは一つもなかったなと思いつつやっぱりですね、集中力を高めたり試行錯誤することが楽しいと思えるような遊びっていうのが大切なんじゃないかなと私は感じました。あとは本当に本人が集中したいだけそっと見守る、待つっていうのが親にとって一番重要なことじゃないかなと思います。ありがとうございます。西成先生、はい、私は最初にあった褒めるっていうのがすごく大事だと思ってて、やっぱり人に認められたいわけですよね。で、自分ができる、でそれが褒められたっていう、そのいい循環でもってどんどん好きになっていくんじゃないかなと思うので、でそういう褒めるっていうのをね、恥ずかしがらずに親の方はね、どんどんやっていただければというふうに思います。岡山先生、他にもご覧になっている親御さんに何かアドバイスなどありますか。一つキーワードがあったと思うんです。はい、お風呂かなって。出てきましたね。日本っていうのはかつて、その今もそうですけど、数学の研究は、世界に名だたる研究者がたくさんいますし、それから数学の学力も非常に高いっていう評判だったわけですね。で、最近ちょっと落ちてきてるというふうにいろいろ指摘されてるわけです。これはシャワーのせいなんです。私たち子供の頃っていうのは、お風呂って子供入るとですね、すぐに上がりたくなっちゃうわけです。暑いから嫌だなと思って、でもその親がですね、1から10まで数えなさい、数えないと出てきてはいけません、で100まで数えなさい、でだんだん数えられるようになると100から逆に数えなさい、というふうにしてですね、なかなかお風呂に上がれない。でも そこを通じて数に親しみを得たわけです。これが日本がすごく数学発達する国になったんですが、今皆さんシャワーですよね。こういう機会がなくなっちゃった、これがやっぱり大きな問題かなというふうに思います。私もお風呂の時に数を数えていたのを思い出しました、昔に。ありがとうございます。長尾先生いかがでしょうか。はい、今のコメントの後で何かコメントするのなんかすごく難しいなと思うんですけど、私はですね、基本的に興味があることをどんどんやらせたらいいと思います。子供って興味があることはもうすごくやりたがるので、成長もどんどんしていくんじゃないかなと思っています。ただ興味があるところを見つけるときに、子供のいいところを
とにかくいいところを見るようにすべきだと思います。ついつい他の子と比べたりすると悪いところは目につくので、他の子と比べるんじゃなくって、その子のいいところを見つけて興味を持ったらどんどんやらせるっていうことが必要かなと思っています。ありがとうございます。それでは、放送時間も延長しておりますので、最後に、今日のトークライブを振り返ってのメッセージをたくさんお話しいただいているんですけれども、お一人ずつお願いしたいと思います。では最後に長尾先生から順にお願いできますでしょうか。ですね、私はこれまで数学とか数学教育の関係者っていろいろ努力をしてきたんだろうと思うんですね。ですがやっぱり子どもたちに数学の面白さを知らせるにはちょっとまだ不十分だったかなと、いろんな面で不十分だったかなと思うので、だからそこをこれからもっと協力してみんなでやっていかないといけないなと思っています。岡山先生お願いします。数学者っていうのは日本だと大学の先生だというふうに思われがちなんですけども、アメリカなんかで毎年のように統計が出てるんですが、職業200職業が出ていて、いつも上位5番目ぐらいまでに数学者が入ってるんですね。でその時の数学者っていうのは大学の先生だけじゃなくて、例えばいろんな、IBM であるとか、マイクロソフトであるとか、時にはハリウッドだとか、そういうところにも数学者がいて、他の研究者と一緒になっていろんな新しいことを考えていってるという、こんなことをお知らせしたいなと思ってたことが一つ。それともう一つ、その数学が分かるっていうのがですね、赤ちゃんがこう言葉をしゃべれるようになるっていうのは、ずっとこう蓄積してある日突然話し始めたり、ある日突然立って歩いたりするわけですよね。で数学もなんかそんなところがあって、最初こう自転車漕ぐ練習は難しいし、泳ぐ練習もなかなか難しいんですけど、一旦泳げると非常に自分の方法で泳いだり、自分の方法で自転車漕いだりすることができるようになるわけです。それが数学の勉強で、数学の分かり方かなっていうふうに思ってもらうといいなというふうに思いました。ありがとうございます。西谷先生お願いします。はい、ちょっと一歩引いてみると、今私日本もそうです、世界非常に危機的な状況に私あると思うんですね。でこういう時に今までの概念じゃなくて全く新しい発想でなんかこうソリューションが出せる人っていうと、私はもう数学にすごく実は期待してまして、そういう意味では数学もできつつ社会のことも分かる、両方分かるような人間がもっともっと出てきてほしいなっていうふうに思うんですね。そういう意味ではもう数学のオタクにもなってほしいし、同時にそれだけで埋没するんではなくて政治社会経済のことも語れる、こういうマルチ人間がもっともっと欲しいなというふうに思っております。ありがとうございます。新井先生お願いします。今日は数学が苦手だった数学者として今日は参加させていただきました。で楽屋でですね、皆さんとお話をしていたら、皆さんまず公式の暗記は苦手、それから計算もそれほど得意じゃない、それから数学オリンピックの問題を見て直ちに解けるわけじゃないということが分かってとっても自分はほっとしました。じゃあ何が数学者なんだろうって言ったら、考えることを嫌がらずに、一つのことをですねコツコツ考え続ける、そのことを楽しめる人っていうのが数学者なのかなっていうふうに思って、今日楽しく参加させていただきました。ありがとうございます。それでは最後に秋山先生お願いいたします。はい、ちょっと無謀な言い方かもしれませんけども、これから申し上げる4つの能力、を、あなたが持っているならば努力次第で数学は必ずできるようになる。まず1番目の能力は自分の靴を揃えて自分の靴箱に学校でもどこでもいいんですけどもちゃんと入れることができる。2番目はお料理の本買ってきて今まで作ったことのない例えばカレーライスを作ることができる。3番目は知らない単語を辞書で調べることができる。4番目はちょっと高度なんですけども、最寄りの駅から自分の家までの
地図が描ける、これはあの実は、数学で必要なその手順とか、縮小とか、まあ、比率とか、抽象的な概念、まあ、地図が描けるとかですね、そういうあのかなり重要な能力をたくさん、持っているわけです、これらの4つは。それですからこういうのは普段、へっちゃらでやっている、あなたならば、今数学ができないというのは、オールモストイコール怠け者だからだと言わざるを得ないと思います。その4つなら僕も私もできると今画面の向こうで思っている方が多いかと思いますが、それが重要なんですね。そうです。あまり難しく考えすぎないということが重要かもしれません。努力が重要だ。なるほど、そこが大事だということですね。ありがとうございました。本当にあの今日、先生方にいろいろとお話を伺って、今日から実践できる数学を好きになるコツ、アドバイスがたくさんあったかと思いますので、ぜひ皆さんも実践してみてはいかがでしょうか。本当に今日は貴重なお話を伺わせていただきました。ありがとうございます。後日ですね、文部科学省の YouTube で本日の番組の録画をご覧いただけますので、掲載しましたら Twitter、NEXT LIVE でお知らせいたします。本当に貴重なお話たくさん詰まって、ギュッと詰まっておりましたので、ぜひこちらもご覧ください。それでは先生方にここでご退場なさっていただけますでしょうか。本当にありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。以上をもちまして、文部科学省特別授業算数数学勉強してどうなるのを終了といたします。今日はたくさんのご意見ご質問お寄せいただきありがとうございました。紹介しきれなかったものも多かったんですが、どうぞご了承ください。今日の番組へのご意見などありましたら、総務校 somukou@next.go.jp までお寄せください。ご意見をいただいた方の中から抽選で2名様に、先ほどもご紹介しました頭の良くなる推理カードゲームアルゴをプレゼントいたします。当選者の発表は発送をもって返させていただきますので、どうぞご了承ください。それでは長時間のご視聴本当にありがとうございました。ここで失礼いたします。